She is the one whom I think saw what happened. There are some patients, the seriousness of whose illnesses makes it impossible to treat them at home. He gave apples to whoever visited his garden. Do you think your father would object to lend me some money?どんどんいきましょう。じゃあ、5番お願いします。80 pounds are too much to pay. はい。そっか、それも難しいね。さっきの話を考えて。はい。これは間違いです。間違い。間違い。100% ですか。間違い。間違い。どうかということですね。これは間違いです。つまり、ただ正解です。ちょっとややこしいんですけど、ね、正解です。はい、さっき3、4と正しいのが2個出てきて、まあ、また間違いになったと、うん、はい、これは何が間違いですか。 80 pounds is too much to pay。 is にしないといけないと。はい、確かに英語難しいね。こんなのもう嫌です。でもこれ似てるのありますよね。はい、 5 kilometers とかも、はいはいはい、はい、ね、なんか is で言ったりとかしますよね。そうそうそう、結構大変で、だから5とか前にね複数になってたとしても、うん、複数の数だったとしても金額とか、うん、距離とかなんかそういうものだった場合って基本的に is 使うんですよね。そう、そのもう一セットでね、もう5キロっていう距離のセットはもうこれ一塊でみたいな感じで捉えてるから is、うんうん、なのかなみたいな感じ、そういう感じだよね。例えばなんですけど20 kilometers っていうのをあーって言っちゃったらイメージとしてはどういう感じになっちゃうんですか。is じゃなくて are。 なかなか使わないから、うん、無理やり想像しちゃうんだけど、まあ、そうだって間違いですもんね。20 kilometers がいくつもある。はい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 、あの kilometers がいくつかある。 20 kilometers が一つじゃなくてそれがこういっぱい、そう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 、キロメートルが複数じゃなくて、うん、20 kilometers が複数になる、うん、なるほどね。その塊自体がいっぱいになっちゃう、はい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 、感じですね。なるほど、だからやっぱ建前についてる数字とかが複数であっても20キロでこう1つっていう風に考えてみなしてるから is を使うっていう感覚で喋る方がいいですね、はい、そう。じゃあ次行きましょう。はい、このまま全問正解になるかと。じゃあ6問目お願いします。 OK。 She is the one whom I think saw what happened。 これは、はい、whom 難しいよね。ちょっと待って、さあこれはどっちでしょうか。 who I think saw what happened、はい、She is the one whom、 やっぱそっちでそういう風な悩み方をするのね。そうですね、うん、もう自分だって「ふ」もあんまり使わないから、うんうんうん、口から出ることはある。そもそもそんなに。ああなるほど、これはなんか違う気がする。違う気がする。違う気がする。本当に大丈夫、うん、多分多分大丈夫ですか。これ間違ったらもう大丈夫です。大丈夫です。わかりました。じゃあこれはですね間違ってます。それ正解です。フームがこれはフーにしないといけないということで、そうですね、うんうんうん、フームをフーにすると、はい、まあ、そうなんですよね。これね、基本的には、まあ、フームっていうのは、まあ、先行詞が人で、で、その後ろで欠けてる部分が目的語の場合はフームを使うんですよ、はい、でサブジェクトの場合はフーなんですね。でこれはですね、まあ I think so ってなってるんで抜けてる部分はサブジェクトがないじゃないですかこれ、うんうんうん、なのでこれはフーが答えと。ということで、じゃあまあちょっと難しかったかもしれないですけど、ぶち突破ということで次の問題いきましょう。 OK。 7番ですね、お願いします。長いね。長いね。 There are some patients the seriousness of whose illnesses makes it impossible to treat them at home。 ちょっと待って、もう一回。 There are some patients the seriousness of whose illnesses makes it impossible to treat them at home。 正しいんじゃないかな。正しいんじゃないかなと。間違いはないと思うので正しい。正しい、はい、これ正しいものだと。はい、だからまあ答えの一つになる、ごめんなさい、3つ目の答えになると。そうですね、はい、正解です。これは確かにちょっとね文法をちゃんとやってないと厳しいかなと思いますね。関係詞っていうやつなんですけど、それをね考えるとき結構2つの文をくっつけたって考えるんですよ、結構日本人って文法の習い方でいくとね。でだから元々の文を結構考えると合ってるかどうか分かりやすいんですけど、これも There are some patients っていう文と The seriousness of whose illnesses からの文を、まあ、元々の文考えると whose って所有格、うん、この場合で言ったら there ですね、うん、
なので The seriousness of their illnesses makes it が正しいかどうかを考えれば正解かどうか分かるはずですね。あ、はい、うん、そうするとこれ別に The seriousness of their illnesses makes it impossible to treat の文は別に正しいですよね、うん、正しい。彼らのその病気の深刻さのせいで、まあ、家でね治療することがやっぱ不可能なっていう話なので、まあ、それであれば OK ということでこれは正しいというふうに判断できると思います、まあ、ちょっとなんか日本式の話になっちゃったけど、まあ、考え方としてはこんな感じですかね、うん、はい、いい感じですよ本当に。じゃあちょっと最後までいきましょう。はい、8番ですね、お願いします。はい、He gave apples to whomever visited his garden. また出た。また出た。whomever。もうさっきね、オブジェクトがオブジェクトの部分になってるものが whom ってことですね。でしたらこれは間違い。間違い。でも to の後ろにあるんですよ。to のオブジェクトになってるんですけど大丈夫ですか？いいですか本当に。He gave apples to whoever visited his garden の方が自然。私の方が自然。よくネイティブはね、はい、whom を使わな、本当は使う場合でも who を使っちゃうから。なるほど。なので whoever って言いたいんだよ。じゃあ、じゃあ答えは whoever ということでこれは間違いということでいいですか。間違い。間違い。間違い。正解はですね、これは間違いです。よっしゃ。正解ということで正解ですね。ふーむやめて、ふーむやめて。これはね、結構間違えちゃう人いると思いますね。うん、ぼーっとしてると間違えちゃうんですよね。なんでかというと、さっき言ったみたいに、to の後ろにふーむが来ているので、to、うん、の後ろって目的語なんですよね。to の目的語って考えられるので、普通それで間違えちゃうんですけど、うん、この、ふーむエバー、ふーエバーの話でいけば、それが置かれてる位置よりも、後ろの構造、その後ろでどこの部分が、フーエバーに変わってるのかフームエバーに変わってるのかで考えます。だから、まあ、どういうことかというと後ろで欠けてる部分を探す方が大事なんですね、うん、つまりこの場合フームエバービジティットって言ってるんですけどその後ろの部分で欠けてるのって明らかにビジティットの前って何が来ないといけないかっていうとサブジェクトですよね、うん、主語ですよね、うん、主語が来ないといけないのでこの後ろで欠けてるのは主語の部分なんですよ。だから、目的語が欠けてるわけではないのでこれはフーエバーにしてあげないといけない。では、9番いきましょう。あとラスト2問ということでまだね正解が1つ残ってるはずなんでどっちかが正解ですね。はい、というわけでじゃあ9問目いきましょう。 OK、はい、Do you think your father would object to lend me some money? これは間違いでしょ。 Do you think your father would object to lend me money? Some money。 そこが間違いと。そうですね、 Lending でしょ。 Lending。 じゃあこれ間違い、大丈夫ですか、うん、間違いで OK です。素晴らしい。ということでまあこれが間違いってことは次のやつがね正解ってなるわけですけども、はい、これちょっと9番の方から先にね見ていくと、カヤン、これは、どういったような間違いでしたっけ。レンドですね。レンドはレンディング、レンディングにしなきゃいけない、はい、つまり、これね結構出てくるやつなんですよ受験で、うん、よく狙われるやつなんですけど、オブジェクト2はまあなんとかに反対するとかそうですねっていう意味なんですけど、結構ね日本人が難しいのはその to が to プラス動詞の原型、不定詞の to なのか to がプレポジション純粋なの to なのかで分かんなくなるんですよ。あー、そうですよね。だからこの to は今回前置詞なんですよね。でもそれを to 不定詞だと思うと to end でも OK だと思っちゃうんですよね。これはですねぜひ覚えておいてください。はい、というわけで彼らまあもう正解は決まっているんですけれども、そうですね、これは正しいということで最後10問目読んでもらっていいですか、うん。The speaker said he would confine himself to trying to answer three questions. まあ意味としては、なんかこう、前、スピーカーの人がいて、話してる人がいて、その人が質問を3問までにしますみたいな、答えを3問までにしようと思いますみたいなことを言ってたみたいなことなんですけど、これがね、多分難しいポイント言います。confine っていう単語、まあ制限するっていう意味で、まあ limit みたいな感じだと思うんですけれども、それの語法、使い方。がですね、これ himself to の後 trying になってますよね。ああはい。これも難しいですよ。あ、そうです、ね。つまり例えば want とかで言えば want 人 to be じゃないですか。ああはいはい。ね、だから want 人 to be ってなるんですけど、これはまあ confine a to be の to はこれプレポジションなんで。前置詞って覚えとかないとこれ ing 形できないんですよ。to は難しいね。to 難しいですね。うん、to はちょっとその前置詞の to なのか to 不定詞の to なのかっていうのがやっぱりちょっと難しいので、うんうん、ただ参考書はやっぱねそれ難しいからまとまってるんですよ。なのでまあそれをね、分かんない人は今のうちにしっかり見直して
まあ、入試までちょっと進んでほしいなと思いますね。はい、というわけでカエラさん、今回の慶応の理工の問題ですね、過去問との文法バトル結果ですね、勝利ということですが無事突破ということで、さすが今回もちょっとプライドを保ちましたね。そうですね、素晴らしいです。どうだったかな、この問題でも。かなり難しい。かなり難しい。個人のこの弱い部分ね、フーム、あ、フーム、フームがあって、うん、ちょっと心配だったけど、うんうんうん、あとやっぱトゥーが難しいね。あ、トゥーね、今まで気づかなかった、うんうん、そうですね、無意識でもう知ってるから、うん、そうだよね、その違いをあんまりこう考えてないんだ、うんうん、はい、というわけで、まあ、2回、ね、前後半にわたって今回やってきたわけですけれども、またね、入試問題っていうのはどんどん解いてもらおうと思っているので、うん、どこまで無敗でいけるかっていうところでちょっと頑張っていただきたいなと思ってますけども、はい、はい、というわけで、じゃあまたね、彼らね、ちょっと一緒にこれ解いていきましょう。今回は以上になります、また別の動画でお会いしましょう。See you next time! Bye!